さあ、670。もうすぐだぜ。これ電車より早いんじゃないですか。電車さんまだ来てないですよ。あ、ていうかあんなまごまごしとらずにすぐに歩き出しとったら全然こっちの方が早かったですね。進むよ。なるほど、行こう。綺麗。雲が多いでちょっと暗いですけど、まだまだ日は残ってますからね。500m、よしよしよし、近づいてって、行こう。で、大岡駅はもう本当にこの近くみたいですね。よし、これは列車勝ったね。歩きの勝ちでしょう。そこにちょっと駅舎みたいなのが見えました。あ、見えた。そこが駅。ってことは、今ね、列車が入ってきても、ね、降りて、手続きして降りてね、来てっていいなって言ったら、もうここの位置と変わりますから、もうこれ大勝利ですね。何と戦ってんだ、俺は。よいしょ。駅の位置は分かったんで、駅からね、そこまでが本当に近いみたい。歩いて、グッティーブどうか分かりませんけど、こちらね、グッティーって言えば、スーパーのレジ袋がすごく頑丈でね、新章にあるときよく使ってたんですよね、実は。あ、ちょうどピッカンカン鳴り始めた。あ、あった。もう本当に駅の真ん前じゃん。駅がここで、今なんか列車が来そうですけどね。せっかくなんか列車取っていくか。あ、見えた。もうそこだ。マジで駅前じゃん。便利じゃん。ああ、列車に勝ったぜ。よし。あ、ごめん。お、列車に乗り遅れそうになってる。急いで乗ろうとしてる人みたいに見えた。実際乗ってくとったら、それずっと間に動画1本撮れた。1本どころじゃない、35分ですからね。うちのところだとこれ7分で終わって5本ぐらいの動画になると思う。まあさすがに4分3本でしょうけど、いやこれはね、という形でね。で、もう本当目の前だ。めっちゃ条件いいでしょ。ここはコメディハード&グリーンです。田舎といえばね、コメディはハード&グリーンですからね。で、山田電機の敷地にあるの。へえ、一緒に敷地に入ってんだ。へえ、よし。あ、逆にミニストップもあるし。ATM、あ、まあ、こっちにあんまり入ってたら、こっちも ATM もあるから。よし。便利そうだ。よし。はい。ここですね。へぇー。
よし。あ、これのところに寿司屋さんもある。へえ。いろいろありますね。いいですね。山田電機の中で。よし。じゃあ、そこらで買ってみましょう。さあ、買い出してきました。今日ついついろいろ買っちゃいましたね。で、チラシはね、なんかあの、なんて写真付きのチラシみたいなのがなかったんですけど、あの、予約用紙みたいなのがあったんで、ちょっとすいません。そちらの方でね、チェックをしていこうかなと思います。あの、見てましたけど、伊勢本マグロの、やつとか、4000円ぐらいのやつとかも設定があるんで、やはり、水産力がね、入っているなっていうのがね、しっかりと見える、あれでしたね。作ってるのはデリカなんですけど、どうもデリカが、あの、結構この規模の店にしても珍しいんですけど、あんまりスーパーでも珍しい。どうも、スーパーと、あのね、お寿司とデリカと、普通のお弁当が売ってるデリカが、別の会社も2社で売ってるみたいです。なんで、あの、魚の方はなんか魚オンリーっていうのかな。ブランド名が違うだけで、もしかしたら一緒の店でやってるのかもしれませんけど、っていう感じで、魚専門でなんか、結構やつような感じだったんで、あの、かなりあの、オリジナルなんか面白い作る寿司があったんで、それも買ってみたんでね、また、たまたもぐもぐで、買うこともあります。そうです。ありがとうございますけど、なんかね、マクドニあの、スケルクリーンマクドニが入ってて、それが、あの、いなり寿司みたいな感じで入ってるんで、なかなか面白い、ユニークなのにつけたんで、後でちょっとまた食べようと思います。で、お帰り。楽しいな。この距離だったら本当にいいわ。電車で移動でよかったわ。うん。最初はね、やっぱこっちの方なんでね、車で来ようかなと思ってたんですけど。これは正解でしたね。で、大岡駅、ルチニ駅までやってきましたよと。問題は電車の時間なんだよな。接続なんも調べるって言ってたけど。海が綺麗じゃん。これで、大会ですね。さあ、列車の時間が、松阪方面は、エブリでこれで、次が、17時59分なんで、今。あ、17時23分滝行きか。これか。これで行く方じゃない。17時23分。こっからどうやって行こうかな。あ、特急か何かに乗れるんやったら、乗っちゃってもいいですけどね。多分、17時23分で、これに接続するのが何かあるんでしょうね。通報面に行けとか。それで。乗り換えていきましょう。よし。服の内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。